柴田市の慶応学園大学から元気な大学生たちの日常をお届けするユースミム番組慶応ランチの時間がやってきました。はい、本日の MC ははっきよっこいのとしあの中島りょうこと、はい、花と緑の小須戸町からやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近もうなんか6月終わりそうだけど、うん、梅雨って新潟入ったんだ、うん、なんか先週から入ったらしい。そうなんだ。それにしたらすごい今日も天気いいし ね雨降ってないよね。でもまあこのまま降らないでいただくれた方がいいなと思った。私も私もそう思います。同感です。同感です。最近の出来事さっきちょろっとなんか親知らずかな。親知らずかな。最近の出来事は親知らずが存在感を表し始めてですね、ちょっと歯茎が割り、歯茎、なんか歯肉っていうらしいんだけど歯茎、なんか昨日この前歯茎が割れてるって言ったら歯茎はここで歯肉だよとか言って、うん、そう歯肉が割れ始めてちょっと痛いっていう最近の私の中の激アツなんだそう、生えた生えた、わからない、わからない、生えてるのかどうかさえ知らないみたいな。歯医者行ってないやそこ青池大先生に今度習って親知らずについてみたいな。そんな親知らずかの話から今日のゲストの紹介に入りたいなと思います。はい、今日のゲストは教職の授業を先日教育実習に行ってきた河内ほのかさんに来ていただきました。じゃあまずは自己紹介をお願いします。自己紹介、自己紹介、英語文化コミュニケーション学科4年の河内ほのかです。はい、よろしくお願いします。お願いします。河内、河内です。はい、ではそんな河内さんに今日はですね教育実習についていろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい、ではまずファーストクエスチョンですが、どこの学校に何日間教育実習行ってきましたか？はい、私の母校である五泉市立五泉中学校に3週間行ってきました。長い3週間で5月25から6月12です。先週帰ってきました。ありがとうございます。はい、そうなんです。いやはいはいはい、母校にね、母校にそうなんです。何、久々に、本当久々でした。全然行ってなかった。卒業してから一回もなし、一回もなしです。高校ばっかり行ってました。あ、そうなの。そうなんですよ。五泉中学校知ってる先生が少なかったんで、行く人もいなかったからぼっちはちょっと避けたいなって思う。確かにね、はい、中学校って結構先生の入れ替わりっていうか激しい、激しいね。私もなんか高校入ってから一回だけ中学校行った時も、なんかもう高2ぐらいの時に行ったらもう知ってた先生ほとんどなんか出てっちゃってて、もうなんか一人教頭とかしかいないかなみたいな。教頭そんな確かにそうだよね、ないからみたいになって。新校舎建ってます。すごい。そうなんですよ。旧校舎と新校舎がこう合体してて、私が当時通ってた生徒玄関と、うん、今の中学生が通ってる生徒玄関が2つあってですね、うん、最初迷いましたね。もう使われてないの？私の。そうです、使われてないんです。なんか使われてないけど玄関こそあるのかな。多分あ、物体育祭の大玉が置いてありました。でも来年ぐらいにそこも取り壊されて、悲
しいね。技術室ができるって言ってます。そこいいね。そこに。そこに。悲しいね。どんどんなくなってきて、形が変わってきてます。時代の移り変わりだ。早いね。そう、給食も自己式になってます。自己式って何？学校で作ったものをそのまま給食センターから集まって学校で作ってやるみたいな。あ、温かい給食食べてます。嬉しいね。ほやほやでした。嬉しかったです。そんな変化です。先生ですよ。先生が私が中学1年生の時の担任の先生がいたんですけど、一回どっか行って戻ってきて、その先生が、私と実習生もう2人いたんですけど、の1人が体育教員を目指している男の子がいて、その男の子の指導員っていうつながりがありました。びっくりです。先生が一人担任だった。ルシャバチ元気か。そうですね、なんかいきなり肩が叩かれてえって思ったら覚えてた。覚えてました。覚えてて嬉しかった。感動の3回3回優しい、よくしてもらってた先生。嬉しかったです。実習3週間ということで長かったけども、何の授業をしてきましたか？英語と道徳です。道徳、道徳をしました。おー、すごい。その英語と道徳の授業で何か工夫したってみたいなとか、川内さん独自にこう、はい、工夫こんな授業やったんだみたいな。やったんだぜ。やったんだぜみたいな。工夫、なんだろう、大学の模擬授業で、うん、教師がずっと話しっぱなしだとつまんないけど聞いてたので、生徒同士の関わり合いが増えるグループ活動とか、班活動、ペア活動とか中心に入れて授業してきました。中でもなんかアクティビティ、コミュニケーション活動。そうですね。何があったの？あ、英語の授業で研究授業。友達紹介をやりまして、班の中で友達、自分の友達を紹介し合おうと。うん、楽しそう。そうなんですよ。うん、書かせて、発表して、似顔絵も書かせたんで。似顔絵すごい。この書いた似顔絵をこう班の人に見せて、この方は。テーマが友達についてだった。友達についてだったんで、何やったかな。友達何やったかな。友達付き合いで大切なことは何かとか、そう、なんか思いやりの心を持って接しなきゃいけない。相手の心を読んで、相手の立場に立って話した方が、まあ、いい友達関係ができるよね。感じの話を物語で読んで、そう、読み物を使って進めました。道徳の記憶ってなんか教科書みたいな物語で読んで、読んで何したかなみたいな。話し合いをさせてみたいな。道徳の授業って難しそう。難しいよね。みんな教育練習行ったら、みんなその自分の専門っていうか、その英語と道徳の授業とか。中学校は道徳か学科の授業とか。ああ、やらなきゃいけない。でも高校はないですよ。道徳がないんですよ。そうですね、確かに。英語だけかな。英語とあと総合とか。総合はやってないんですけど、でも見させていただいて、自分の指導教員の
時はテストが、私が実習終わって次の週からもテストだったので、テスト計画表作りとか、9月に体育祭があるんですけど、その体育祭の係りメンバーしてます。早いね。早い。いろいろ決めてました。なんか専門のやつだけじゃないんだね。私なんか専門のやつだけをこうやりに行くのかなみたいなの思ってた。道徳か学科。道徳か学科。学科中ロングホームルームとか。そう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 。学科って言ったら私の実習生に体育教諭だと思う。養護教諭がいたんだ。そうなん。養護教諭目指してた。学活が研究授業で、え、そうなの？そう、歯肉炎の、歯肉炎の歯肉炎予防教室が1年生があったんだけど、それを2年生対象にその子が教わる。歯肉炎にならないための歯磨きの仕方をやってました。養護教諭ってそんなことするんだ。そう、すごい。そうですね。見てます。面白かったです。歯の模型を持って、大きい歯ブラシ持って、そうそうそう。なんかそういう記憶が見たなみたいな。そう、染め、歯染めなの。赤い。ああ、そうそうそう。磨き残しはない。私も実際にやって、真っ赤でした。思ってました。先生に習わないダメだなって思って。恥ずかしい。恥ずかしい。確かに。なんか英語と道徳の授業をやってきて、はい、なんか行くまでの準備で、なんか英語の時は生徒同士でなんかやるのをしやすいとか工夫してきたんですけど、準備段階でなんか大変だったことみたいな。準備、実習行く前の準備、もういろいろ大変でしたですけど、特に何ですかね、指導案作りがあって、そうで、実習行く前に自転車を買ってた。その時にそろっとなんかここら辺かなっていう、その範囲で自分が研究授業やる時にここら辺かもしれないみたいな聞いてたんですけど、でも授業によってやっぱり進み具合が違うんで、前後するかもねって言われたんで焦りました。実際でも模擬授業したところでした。良かったです。良かったです。やっぱり、進みが違うんで、その前後だったりとか、今回私1年生だったんですけど、もしかしたら2年生もやってもらうかもみたいな言われたんで、2年生で簡単な質問ですねとか、プリントとかこういうの作ろうかなって、ワークシート作ろうかなとかいろいろ考えたり、授業もね、みんなでやっぱりね。授業外とかもね、1時間そう行きました。すごいんですよね。私たちが結構英語科が多くて、授業時間やる2時間あったんですけど、90分かける2なんで180分かったんですけど、それでもやっぱり1人50分なんで、2人だけだと終わらない。全員できれば2回やりたいよねって話もしてて、実習行く前に。なんで模擬授業とかもしましたね。空き時間集まって1回だけでした。そっかしたね。懐かしいね。懐かしいね。懐かしいね。過去のことみたいにみんなでこれわかんないよ。そうそう。いや懐かしい。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 確かに。実習ね、大変だったこともあったと思いますが、一番嬉しかったこととか、一番楽しかったことって何ですか？嬉しかったこと、なんだろう、嬉しかったことは、そうですね、やっぱり生徒からの反応が返ってきたことですかね。最初本当不安で、どう対応すればいいのか、優しい笑顔で受けて
てくれて嬉しかった。で最終日に、その、最後の挨拶を、その午前中学校では実習生が全校生徒に全校放送をするんですよ。すごい。ちょっとびっくりしたんですけど、掃除の時間があって、その次に帰りの会なんですけど、その間の 10分、5分ぐらいの時間に全校放送しますって私もその実習で2人が同時に終わりだったんですけど、その時に全校放送で挨拶をして髪髪ながらも超緊張しました。でも終わったら拍手が聞こえてきたんですよ。すごい。教務室が1階だったんですけど、1階にも聞こえるようなわーって、わーって、わーってなって嬉しくて、それで教室帰ってきたら黒板に小町先生ありがとうございます、すごい、うるっときながら我慢して我慢して泣いちゃダメだと思ってもちろん学級委員長の歌にから色紙も来ました。そこでもうダメだった。ダメでした。もらった時は本当やってよかったなって、実習っていいかなって思ってました。今実習で大変だった、準備の段階で大変だったこととか、実際行ってみて嬉しかったので聞いたんですけど、給食の授業を今まで受けてきてどうでしたか。全部ですか。今まで全部、1年生の後期からずっと今までやってきて、教育実習が終わって全部振り返って、大変でしたね。やっぱり1人ではできないんだなと思いました。教職が1人の力じゃできないなんかもうほぼ毎回みんなから助けてもらって助けてもらってたし、忙しかったんですけど、まあでもやってよかったなって。教職やってなかったら多分私の大学生活暇だったんだって思ってました。思いました。終わってみて充実感ある、充実ある、ね、素敵な仲間がねできたしね。実習中になんか同じ期間実習行ったのが4人いて、みんなで LINE 毎なんか大体毎日 LINE してるんですけど、大体毎日夜にここわかんないよとか生徒とこうだよみたいな LINE みんなでして、授業の仕方とか何かわからなくて、実習こう私は英語が一人だったので本当話す相手が先生しかなくて、私は忙しいんで話できないし、どうしようってなった時はもう大学の仲間しかいないと思って、もうちょくちょくの話しましたやってます。懐かしい、好きだったら教職は取った方が身のためになると思う。いろんな経験できるし、いろんな経験できるし、英語や社会の知識が見えるし、自分磨きもできたなって思います。知識が見えるし、辛いけど辛いけど先生優しいし、頭も優しいし、7月に入ります。